願いします。ではでは、はい、行きましょう。後半戦ですね。行きましょう。あと一伸ばし二伸ばしさせて、もう負けはないよ本当に。そうっすか、うん、そうっすか。だってあと2時間。ほら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 、110ゲーム。さあ、ピン、ピコン言った。ピコンは何ですか。ピコン天国。天国、うん、一発、一発上がりや、ね、落ち上がり、そうね、落ち上がり拳、はい、うまいうまい。まあだから偶数の上ってやつですね、いわゆる挙動でいうと。そうそう、挙動はね。あとその短い連チャンをどう伸ばすかやけどね。いや、そうですね。だからレア役からのっていう、そうそう、上げていくっていう。あれ、やばいぞ。お昼ご飯の間にどうも落ちたごた回されとったごた誰かにもう一回当てちゃうんですか。もう一回当てちゃいますよ。まあ、なんだかんだ引きはね、いいと思いますんで。そうですね、うん、やれている、やれている。そうそうそう、ボンド引いたし。そうですね、はい、伸ばしていきましょう。ドキドキ以上がいいね。そうですね、うん、レア役で当てることやな。そうですね。よしよし。おい、テンパイオンがしない。気のせい。レギュラーの時多分せんよ。あ、本当ですか。あれ、レギュラーだったらまあ大丈夫みたいなところありますから。お、自信ですか。なんとなく14ゲームでした。当たった。早い。105ゲーム。ちょっといろいろ調べてたら当たってました。レギュラーっぽい。早いっすね。レギュラー。セーフ。素晴らしい。軽いよ。軽いっすね。めちゃくちゃ軽い。まだまだいきますよ。入れんじゃダメ。あと3つ4ついっとこう。よっしゃ、来た。ナイス。オッケーオッケー、当たることが大事。3ゲーム繋いでいこう。オッケーオッケー、まだですよ。いいですか。まだまだ、はい、行きます。ただ僕もね、ここで上がってるとは思えないんだよな。さらそう、頼む。ないか。引き戻していこうか。そうっすね。なんも中ごた。なんも中ごた。じゃあもうこれ映した中ごた。いや、おいかんばい。こんなこと、うん。お客さんが多いな、嬉しいことばってん。まあ、いかにすぐ当ててすぐ上げれるかっすね。もうそうなんです、ね、連しないってことは分かったんで、それをね繰り返して、そうそう、刻んでいく刻んでいく。まあ、たまにね、そのボーナスの1ゲーム連とか、はいはい、そういうのが絡むとっていうことっすよね。そう、そこでやっていくしかない。1000倍ぐらい出ますよっていう。そうっすね。とりあえずけど、まあ、逆に言うとけど、僕がプラマイ1なので追われたらプラスってことっすもんね。そうそう、そういうこと、そういうこと。大丈夫でしょう。あと1回ずつぐらいなんかね、見せ場があると思うよ。あ、ってことはユーボーさん、はい、C さんと同い年ですか。 C さんが1個上やね。あ、1個上。そう、マリモさんとか、はい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 、梅屋さんとか、はい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 、あの辺と同い年やね。そっか。が今年41の。そうそうそう、あのめちゃ多いんですよね、うん、その年の人。そう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 、この業界。そうなんですよ。あと、まあ、レビンさんとか。あ、レビンさんの。おうおうおう、あの辺もそうですね。おうおう、嵐さん、はい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 、マリモさん、レビンさん、デチャムの人たちは分かんないですけど、ヒゲさんも確か。あ、そうそう、ヒゲエンジンさんもそう、一緒だ。
そうそう、花の54年組ですよ。すごいですよね、本当に。まあ、ちょうど世代的にね、4号機の後半で育ってみたいな。お笑いでいう第7世代が今の世代だったら、まあ、僕らは僕とかマリモさんたちは、まあ、第6世代みたいなもんですかね。はいはいはい、まあ、ちょっと一つ前の世代よね。でもね、今からどんどんまた新しい演者が出てくるはずなんで。そうっすね、どうなんすかね。けど今からなんか正直もう飽和状態というか。187ゲーム。そう、あのなっても仕事がなかったらね。そうなんです、できないけん。確かにそれだったらもうニュージェネレーションは出てこないから。あ、俺だって移籍して、うん、まあ、給料お金稼げるようになって、うん、よっしゃ俺これからやと思ってこれからやって思った矢先にあの活動できなくなったから持ってねえなと思って確かに本当これからって言うときよね。そうそう、だからけど一つそれでよかったなって思うのが、うん、あのそのままずっと行ってたら、うん、多分金銭感覚バグってたなって思うんですよ。あ、確かに。まあいいところでね、そうそう、ブレーキはかかったんじゃないけど、はい、でやっぱその一回バカになった金銭感覚戻すの相当大変っていうじゃないですか。いやー難しいと思う。その一回贅沢覚えちゃうのみたいな、うん、でその自粛期間中僕もずっと自炊してたんで、うん、そのいつまで長引くか分かんないし、うん、じゃあ例えば6月から7月ですよってなって1ヶ月分の軍資金がいるわけじゃないですか。そう、ね、実践費が、うん、だからそれも残していかないといけないしと思ったらお金使えねえわと思って。確かに、ね、活動再開できましたよってなってあら軍資金がねえってなったらね、また借りないかどうしようもない。まあここでは上がってないでしょうから、まあ、次早めに当てること、はい、おわうまい。22ゲーム上がったか。通常時の当たりかは分からんけど、まあ、けどいいこと、いいこと、いいこと、めちゃくちゃいい。よしよし、ゆもさん1、明日、はい、明日死にます、うん、何食べます晩ご飯。あ、明日死ぬってなったらラーメンかな。いやその雑所の雑所のラーメン食べたいね。いやけど俺もそうだろうな、ラーメンかな、ね、やっぱラーメンは週1ペースで食べるよね。食べに行きます、うん、まあ、そのラーメン屋限らずやけど、ああ、何かしらラーメンと呼ばれるものを週に1回ぐらい食べよる。僕下手したら3食のうち1回麺です、うん、まあ3食食べないんで、朝食べないんで、まあ、1日2食昼と夜ですけど、まあ、昼か夜かどっちか、まあ、今日も実際麺食べたんで、ね、そうす、昼夜だからかける7で、まあ、14回1週間で飯食うとしたら8回ぐらい麺です、ね。そのじゃあ自粛期間中は何してたんですか。家でボートレースばっかりやり余計金なくなるやん。いやめちゃくちゃ減ったねめちゃくちゃ減った。それぐらいしか本当することがないしみたいな。なんで自粛期間中めちゃくちゃ金が減ったって。いやもう最悪ですよ本当。入ってこんのに出ていくのは最悪ですよなんか天国であれある。そしてレア役であれ、うん、そう。ああどうだ、ダメだ、もうダメっすわもうダメだ、わかる、こいつそういうやつですわ。わかるわかる、ノーマルみてえだな本当。そうねですね、コイン持ちが悪いの。悪最悪、最悪ですからねそれは結局さあこれが32ゲームはい、はい、あれ遅れたかも。
に線引いた。すげえ。さあ固まれ固まれ、フリーズよフリーズよ、固まれフリーズチャンスですよ。ああ回った、さすがにさすがに、いやいやケロケロ、オッケーオッケー、よかった。719ゲーム、ちょっとハマりましたけどね。いやいや、せいやくん助けられた、ねじ伏せました ね、 ね、危ない危ない。よし、うまい、速 い、 いや、めちゃくちゃ軽いよ、軽い、136、ここは上がるはずよ。上がりますかね、上がる。さっきの22ゲームがそう、ただ速かっただけって考えたら、そう考えよう。当たりはこっちのもんやけん、そうっすね。よし、上げていこう、上げていきます。大丈夫と思うやけど、よし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 、さすが、ナイス、始まりました、始まった、もう2500枚ください。 OK、 5000枚出るわ。これで野郎くんも上げて、お互い抜けてやめよう。いや完璧です、最高のシナリオ。やっぱ置き時は乗り打ちで打つもんやね。そうですね。ピンやとね怖い。そうですね、しかもあの支え合えるじゃないですか。そう励まし合える、そうなんや。やっぱね、孤独との戦いになると心折れるもんね。お願いしますよ、頼みます、頼みます。よし、先輩に頼みますわよ、ほんと任しとかんね、先輩任せですわ。おい、来た、まあ、これが天国よね。そうですね。これが天国、それですわ。左右右、おい、ナイス、1ゲーム連、うわ、チェリー、チェリーですよね。100ゲーム、ビッグ確定やね。増やせてはいないですけど、うん、追加投資はせずに、そうそこでうまく踏みとどまってくれるところがでかい。そうだって出る速度より飲まれる速度の方が速いじゃないですか。そうだから先輩が出し続けてても僕がずっと投資してたら間に合わんよ、ね、間に合わん。よし、第4ゲーム、ナイス。さあお願いしますよ、お願いします、上がっててください。そういうチェリー幸先、うわあもうダメだ、もうない、まだか、今の欲しかったね。そうっすね、やっぱここ天国だった説っすね、その説で考えたらいいかも、ね、はい、ちょっと先輩の32ゲームまで一回見ようかな。そうね、はい、ここではもしなかったらもうやめ時でしょ、うん、これやめ時、もう時間もラスト1時間切ってるんで、うん、そしたらもう天海でも逃げていい、ああいいと思いますよ、じゃないですか、行っちゃいましょう行っちゃいましょう。え、投資先輩がいくらでしたっけ。650枚やね、13本、うん、で僕は24本なんで、37本、はい、あ余裕です。そうですね、まあ300枚ぐらいあるんで、そうね、その分を甘海に持ってって、はい、でもうちょっと、うん、まあ2人で3、4千発でも出して持って帰ろう、はい、あのお土産代を、はい、お土産代、赤福代を稼げました、赤福代をなさそうっすね、うん、ちょっとまずいね。いやけど戦えるもんなんすね、これが。まあけど
いいでしょこれ。いい置きで、うん、いい置き時だよな。やっぱ当たりの軽さを見てもね、そうっすよね、いいと思うんで、その移行もそう1回とか2回で行ってるわけじゃないですか、うんうん、うわー天井やおったんかいからのレギュラー浜海がちょっと遠ざかったっ、ね、いやそれで伸びてくれるならよし。いやここはちょっともう一回様子見たがいいな。はい、行ってみよう。まあここで抜けるとさっきの32ゲームは引き戻しか通常で当たった可能性も出てくるということで、まあますますいいやめ時になるんじゃないかなと思います。浜海が見えてきた。怪しいっすか。怪しいっすか多分ね32も怪しいよね。そんなに連続で32いきますね。えそんなことないっすよね。多分そのさっきの32が引き戻しとかやったかもしれん。さすがにまあまあこれでね納得のやめですよ。はい、現在30。ラスト。ないか。やめられるこれで。まあまあまあ。いいところ、良、はい、きところじゃないですか。良きところですな。344枚です、うん。回収ゼロよりは全然いいよ。そうですね。2655枚。よし。ミミズ。ああいいグラフ。ああいいグラフ。ね、ああなんか都合よく空いてそうや、ね。じゃあもう太鼓で締めましょう。太鼓いきますか。太鼓で。はい、いいじゃあ最後、はい、ちょっと甘いものでも行ってみましょう。148回転からまあ甘ネジだけ2、3000円で当てたいよね。いやそうっすよ、うん、そこすごい。おっとっと当たりました。当たりました。当たったんすか。はい、全然気づかなかった。プシュンないか。え、100円。いや、そうです。スペシャル魚群タイムの当たりってそんな地味なん。いや、あの魚群タイム前なんでこれ。あー、なるほど。わー、燃えてるあるあるある。燃えてるか。いいライン、いいライン。1球からの、あ、いったれ、1で、はい、止まる。はい、素晴らしい。狙い通り。ナイスです。なんか立ち回りがプロみたいになってる。完璧、ね、時短30回かな。33です。33、 OK で、あの各演技なんで日本さんは次回はですね、うん、まあ、55% もね。そうっすよ、アナドレンですから。しかも、時短引き戻しまで入れればもうちょっとね、そうです、高いし。あ、いいよ。おーい、どうや、200コンボ。おっしゃ戻したよ。どういうこと。ナイスからの、あら、いや、取れば上がるはず。スペシャル魚群で2はないはず。プシュン昇格。あれ、ないの。2はあんのか。あー、ノーマルや。まあまあまあ、おい、おい、昇格しました。
まあ、コインガンさんで言うと、ね、2、300枚上乗せてくればいい、はい、いやいや十分っすよ。ダメや、うわーマジか、終わっちまいました。戻しましょう、戻そう戻そう、全然可能性あるけどね。さあ戻しますよ、1球リライン、豪華絢爛しました。もろたでしょ、それは。これはもろた、これはもろたで、見事な引き戻しや。うわ嬉しい、ジョブ、はい、ドーン、まあ、なかなかね、55%ってわけにはいかんけど、いやいや、大事っす、大事、刻むことがね、刻むことが大事っす。これは嬉しいやつ、走ったー、ナイス、早め、走ってからの格、ありがてえ、55回転、うまいうまい、素晴らしい、飛ばしていきましょう。はい、一旦抜けました。それでも1653個あるんでね、もう少し遊べそうですね。ああいらん、よし回避していく、よく耐えていくスタイル、さあどっちだ、3でバカになれ、来てる、よし、ありがとう、来てる来てる、確変、ナイス、よしよし、これであと2回だから1000発、1900発、次格変だったら2500発弱出るんで、お、まあいいっすね、そうっすね、移動大成功っすね、いやめちゃくちゃ大成功、あのまま沖縄キープでもどうなったかね、下手したらもうマイナス連絡、そうそうそう、あ来た来た来た、よしお願いしますよ、よしよしよし、今行列して7です、7、あー目が弱い、目が弱いよ、これ魚群でいくっしょ、今でかくなった、やはりカメラさんおらんでよかった、今の行軍はなかったことで、保留のテンションが上がってる、出番かくや、
ドノーマル。うわ出た、ノーマル外れあーないか。なあ、おっしゃ、おお、うまい。2500個いくよね。もういきますね、これで。鬼に鬼にしたらもう大丈夫なんで。僕はもう鬼鬼しか選ばないんで、これは。ガチ入れます。ジャコはなるほど、いいいいじゃないですか、いいじゃないですか。まあもう勝ち確ですよ、負けようがない、負けようがない。いや、ジョグ、いやダメだ、これはいらないやつ、いらない子。そうよね、うん、オッケーオッケー、まあ、まあ、戻す可能性もありますし、プチュンもあるよ、ないか。それで2000、そうっすね、まあ、2200発くらいかな。いやけど投資が日本だったんで、うん、十分っすね。あー終わった、終了。まあまあ上出来ですな、上出来ですよ、はい、あの予定通り、うん、時間もね、完全に完全に計画通り、時間も出番も予定通り、素晴らしい。2255、実践終了。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、ほんとね、感謝してほしいですな。先輩。いやいやいや、先輩の以上、これで、ね、見せられたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい。というわけで、うん、結果の方よろしくお願いします。はい。じゃあ僕からですか。僕は、おきどき投資13本、その後、奄美で2本入れたので、総投資15本ですね。コイン換算750枚で、回収がおきどきの分が2655枚、そして、天海の分が903個ということで、まあコイン換算でいうと2700枚ぐらいプラスですか、プラスじゃない、2700枚ぐらい回収ですね。はい、ありがとうございます。確定役おじさん、ありがとうございます。2回引いちゃった。私が投資が26本で、うん、300枚ぐらいと2200発ぐらい、おお、2200発、まあ、抗いました、抗いました、あの投資分には届いてませんけど、いやいやいや、全然十分、あの、まあ、ノリということを考えると、うんうんうん、まあ、限りなく、まあ、ね、時々打って、うん、これは軽傷と言っていいんじゃないでしょうか。いや本当軽傷でしたね、あの当たりが軽かったけんよかったね。良さ、良さ時ですよね、良さ時です、いわゆるあれは偶数の上ってやつですよね、うん、だからまあ6はないけど4か、まあ、うまくいけば2の引き強かったら、まあ、そんな感じじゃないかなと思いますけど、いやあとね立ち回りが上手やったね、ちょっと見てきますわっつって、天海ぐらいしかないですわっつってね、天海行ったら見事に2人とも当てるっていう、いやなんかこれね、春日市民のパワーを全世界に、そうですね、見せられたんじゃないかなと思いますけれども、春日のことは忘れないよ、はい、もう忘れないんで、たまには帰ってください、僕春日の近くに住んでるんで、もう今日の勝った金で春日に家一軒借りますわ、はい、わーいいですね、足りんわ皆さんもね、ぜひね、福岡県春日市、はい、よろしくお願いします。あの福岡市南区のすぐ隣にありますので、もう一歩行けばもう市ですから、はい、福岡市内、ザモールもありますし、はい、サティもありますし日ね、日、元日元日ありますんで、はい、その辺の方もどうぞお引きに、
春日市長になろう。いや本当結果的にね、はい、ノリで勝てましたし、よかったです、楽しい実践でした。ありがとうございました。プレゼントのキーワードは春日、はい、はい、ありがとうございます。プレゼントとかないんですけど。あ、そうなんや、はい、俺あると思います。別にないです。はい、はい、それでは本日のやややるゲストはゆうぼうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。